それではカリンニコフ交響曲第1番第3楽章2回目の解説を始めていきたいと思います。今日はですね、74小節目からの解説となります。はい、74小節目は冒頭のフレーズと同じ、形なので、ここはもうほぼ前回と説明した通りとなります。はい、おさらいしておきますと、そのまま、最初はダウンで、その次のフレーズがアップアップということの形になります。で、75小節目はもうそのまま、弓順になりますので、2拍目以降のフレーズが、ここが逆弓になりますけれども、ここですね、はい、ここが逆弓になるということの形になっていきます。はい、89小節目も同じ形にが4小節続きます。はい、で93小節目からはまた、から別の形になるんですけども、ここも問題ないですね。もうアーフポジションを取っていただいて、ピアニッシモと書いてますけれども、アクセントがついていますので、音の立ち上がりをしっかり、つけていただきたいと思います。はい、そして、97小節目ですね、ここが、ここのポジションはもう第2ポジションで取っていただいても構いませんし、あるいは101小節目の、フレーズの最初のここも芸が出てくるんですけれども、ここを開放で取りますので、そこも取りやすいように、もうここはあえて、もう弦を2つ飛んで、もう開放で取っていただいても構いません。どちらか選択してやりやすい方法を考えていただけたらと思います。はい、そして、その次の101小節目なんですけれども、ここはまず最初は第1ポジションですね、はい、そして102小節目はこうですね、最初の、1,2,4 でその後は4,1という形ですね。そしてそのままポジションは変えずに103小節目は最初のハーを、4で取りましてなりますね。はい、で、チェとデーを、第3ポジションでセットで取るというふうに考えていただけたらと思います。で、最後の3拍目はもう、第2第3の中間ポジションを使ってもう一つの塊として取りましてですね。はい、そして104小節目以降は、そのままもう、ゲーセンで降りていただいてですね。はい、あとはもう第1ポジションでまとめて取ることができます。もう一度いきますと、ダイナミックスはピアノからメソフォルテまでになりますので、それほど、大きくする必要はないんですけれども、変化が分かるように注意していただきたいと思います。はい、そして、17小節間休みがありまして、次が124小節目からになるんですけれども、ここも、ほぼ頭打ちなので、このポジションも、弓順も問題ないと思います。はい、そして、130小節目から半音進行で上がっていく形になりまして、ここはピアノからその次の134小節目がフォルテになりますので、しっかりここはもう先ほど以上にしっかりクレッシェンドをつけていただきたいと思います。で、ポジションはもう全てもデーセンで使っていただいて構いませんので、最後のこの最後2小節間がもう第1ポジションでまとめて取れるようにしていただきたいと思います。はい、で、134小節目はもうここも、ゲーセンでもう取っていただいてです、ね。はい、そして次の、137小節目は、第1ポジションでまとめて取っていただいても構いませんし、あるいはもう、ゲーセン1本でこちらでもう第3ポジションで、全てゲーセン1本で取っていただいても構いません。はい、そして、その後はほぼ問題ないと思います。はい、で、その次の、143小節目も、装飾音符が、装飾音符というか、小音符がついてるんですけども、ここも、しっかり、最初の小音符もはっきり、弾いていただきたいと思います。はい、で、弓順はですね、144小節目の入りが、ダウンになりますので、それを考慮してこの小節は最初はダウンで、で最後の、デーツェをアップアップというふうに、取っていただきたいと思います。はい、そして、その先の144小節目はもう、ここはもう第一ポジションでも、取りやすいようにしっかり、フォーテなので、アクセントをしっかり、ね、はい、ここも、取っていただきたいと思います。
はい。で、148小節目からここからすぐにピアノに落ちますので、まあ、あんまりあのフォルテと前のフォルテとピアノの差をですね、はっきりつけたいので、まあ、ここも、まあ、あんまりあの飛び込む必要はありませんので、少しあの、間を置いてからしっかりピアノで、弾いていただきたいと思います。はい、で、その次ですね、第2ポジション、まあ、ここはもう第2ポジションで取っていただいて構いませんので、で、ここはもう、まあ、そのまま、でも押さえて取っていただいても構わないんですけども、ここは比較的開放で取った方が威厳の回数が少なくなりますので、まあ、ここもこちらをお勧めしたいと思います。あとはもう第2ポジションで取っていただいて、問題ないところだと思います。はい。そして、156小節目はまた、同じ、冒頭のフレーズが出てきます。でそしてその先の160小節目は、まあ、この形が4小節間続きますので、まあ、テンポを早く見ておかないと、あんまりボタボタしていると、次の小節の小音符の入りが遅れてしまいますので、素早く弾いていただきたいと思います。はい。そして、で、3拍目のギアはもう開放で取っていただいて構いませんので、しっかり下音を出していただきたいと思います。はい。そして、164小節目のこの、5度の刻みはもう、まあ、ここはもう当然もう第2ポジションで、裏拍のギアはもう押さえていただきたいと思います。まあ、ここはまあ、まあ、自信がある方はまあ飛ばしても構わないんですけれども、あんまり弾く自信がないという方はもう、確実にも出だしで、一音一音はっきり出していただきたいと思います。はい。で、168小節目以降はもうすべて、正で終わるという形になっています。はい。今日はこんなところとさせていただきます。まあ、今日は、それほどポジションに難しいことが出てきませんでしたので、まあ、ただ、素早く、フレーズが連続する部分っていうことは、まあ、第1回と変わりませんので、ここも、ポジションを、しっかり覚えるところから、練習を始めていただけたらと思います。はい。第3楽章2回目の解説は以上になります。ではまた次回。はい。ここで、前回の第1回の解説動画に誤りがありましたので、ここで訂正させていただきます。12小節間、休みが、ある部分があるんですけれども、その終わった後の、最初の小節を、解説動画の中で53小節目というふうに、話していたのですが、正しくは52小節目の誤りでした。それ以降の、小節数も、すべて、実際より1小節多く、形で、カウントされておりますので、すべて、解説している、小節数をすべてマイナス1として捉えていただきたいと思います。お詫びして訂正いたします。大変失礼いたしました。